皆さんこんばんは、ななみです。今日はマスクでちょっと大人っぽいヌーディーな感じで、メイクしてみました。それではビデオスタート。はい、じゃあ始めます。最初はこの RMK の新しい下地を使っていきます。ちょっとうっすらピンクが入ってます。おお、なるほど、こんな感じか。普通に伸びは良いと思います。このくすみがどうかちょっと軽減してくれればいいな。お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないですか。ちょっと薄まったでしょう、さっきより本当によく見ないとわからないけど、あのラメがついてる。多分少し塗る前よりは上がってると思います。肌トーン的にも、うん、いい。ラメが入ってる下地とかって全然使ったことないから新鮮今日はしっかりめにカバーしたいのでジバンシーを使います。これでしっかりめにカバーします。なんか今日はマックのメイクというか マックのコスメを使いたいから、肌はしっかりめに作った方がなんか合う気がする。最近アンプリチュードのファンデめっちゃ使ってるから、なんかちょっと硬く感じるんだけど、あれが本当にゆるゆるすぎて、スポンジでなじませます。あとはいつもと同じナーズのこのコンシーラー塗って、あとはナーズのプレストパウダーをはたきます。またパウダーをしっかりのせちゃいます。下地がちょっとラメ入ってるからかもしれないけど、なんかいつもよりどんよりしないかもしれない、顔の感じが。はい、こんな感じ。アイシャドウをまずこのアンプリチュードのこのカラーをのせます。その後にこのマックのアイシャドウを塗ります。スモールアイシャドウです。これをまず下に塗っていきます。ちょっとこうアイホール広めに塗ります。今日ははい、広めに塗りました。で下も塗っちゃいます。今日はマットで塗っちゃいますね。なんかなんだろう、赤みが入ったブラウンって感じですね。こっちはこれは二重幅あたりまで塗ります。そしたらブレンディングブラシでなじませます。はい、こんな感じです。さっきよりはなじんだかなと思います。で、目の下もこのブラウンを入れます。可愛いな、この色。いつもはね、この辺までしか塗らないんだけど、今日はこの目の下も全体的に塗ります。はい、こんな感じです。そしたらこのブラウンのラインを塗っていきます。これはね、個人的にすごく好きなライナーなので、もうブラウンもブラックもプラムブラウンも全部持ってます。ラインは少々長めに引いてます。はい、こんな感じです。もうこのビューラーの虜なんだけど、もうめちゃめちゃ気に入ってる。
超上がるの。まつげはこのヒロインメイクで塗っていきます。綺麗にセパレートしたまつげを作っていきたいと思います。なんかヘリナだとね、ちょっとやっぱりあのなんていうの、私の短いまつげだとちょっとね、あのちょっとダマっぽくなりやすいから、今日は綺麗に長さも出て、仕上がるマスカラにします。なんかこれだけ見るとやっぱ眉毛ができてないから変な感じするね。この粘膜の上も埋めときます。眉毛はいつも通りビセです。でさっき使ったこのマックのアイシャドウ少しだけ混ぜます。はい、こんな感じです。ちょっと赤みが強めに出るように塗ってみました。で最近よく使ってるこのデジャブのウォームブラウンを塗っていきます。この赤みが入ったメイクするときはこの眉マスカラがすごくいいですね。すごい合うんですよ。ここはちょっと眉毛を立てるような感じで塗ります。はい、今眉毛描き終わりました。そしたらノーズシャドウを塗っていきます。はい、こんな感じです。でハイライトとして使うのがこちら MAC のディメンションスキンフィニッシュポストモダニストピーチっていうやつですね。これ同じコレクションのやつなんですけど、これを使っていきます。なんか割と薄めかなって思います。なんかギラギラしすぎないで自然にツヤっぽく見えるので綺麗です。すごく目の横も塗ります。すごい綺麗だと思います。チークはこのナーズブラッシュの4079番、こちらを使っていきます。ちょっとブラウンっぽいカラーですね。これを外側に向かって塗ります。いや、これすごいいい色だと思うんだけど、新色なんだけどすごいいい色だなと思ってこのカラーを選びました。でこちらも同じコレクションのやつですね。ヤッシュというカラーです。ベージュにピンクがほんのり入ったようなカラーですね。まあベージュの方が強いとは思いますけど。で塗っていきます。はい、色味こんな感じです。シェーディングはまあいつも通りエトボスのものを塗ります。でぼかします。ぼかすというかあのなじませていきます。はい、こんな感じでメイクとりあえず完成です。はい、ということで今回は MAC でメイク仕上げてみました。どうでしょうか。
ちょっと大人な雰囲気に見える、まあ、ヌーディーな感じっていうのかなのメイクをしてみました。結構割と普通にしっかりめにメイクはしてるんですけど、まあ、色味のおかげでそんなにこうがっつり濃くは見えないのかなと思います。なんかマックのコスメ自体結構久々にアイシャドウとか使ったかな。もうほとんどと言っていいほど、まあ、ポイント的なものはマックでメイクしてみたので、マックはねこういう前髪を作ったとしても大人っぽい感じの雰囲気に仕上げることができるなって思いました。なんか前髪切るとね毎度のことなんだけど見慣れなくて。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。